麻薬取締官とかかっこいいなと思ってます。最初は決めてなくて、でいろいろいくつか、まあ、九州内にあるやつ大学見て、そしたらなんか一番国際交流が盛んだったから、それで英語が好きだったっていうのもあって決めました。主にがんの治療薬につながっていくようなところの研究をしてますね。がん細胞に多く発現しているタンパク質をどういう基準でそれが多く発現しちゃったかっていうのを調べてっていうような研究です。薬学部に来たから薬剤師っていう考え方もあると思うんですけど、まあ私は他のところを考えてて、麻薬取締官とかかっこいいなと思ってます。もちろん薬学の知識も活かせるっていうので一つの目標でもあります。目標を決めて一生懸命やるっていうことですかね。例えば勉強の仕方とか研究の時はこうっていう、その何かしらこうやり方とかこういう時はこうすればいいみたいなのが見えてくるから、これだけでいいだろうみたいなのはなく一生懸命に取り組むっていうことを大切にしてます。好きなことがある人はそれを一生懸命突き詰めていけばいいし、まだないっていう人も、なんだろう、これからいろんなことにチャレンジして自分の好きなことを見つけていけたらいいんじゃないでしょうか。